今回は最近のトレーニング道具です。ディップス、クラッピングプッシュアップ、スーパーマン、マウンテンクライマー、ハンドウォーク、ロープワーク、シャドウです。トレーニング動画の後に最後に少しマウンテンクライマーについて話してます。それではトレーニング動画に移ります。こんな感じでトレーニングしてました。この動画のマウンテンクライマーですが、雨の日外を走れない時や夜走る時に路面の状況に気づかず足首をひねってしまうのを防ぐっていう意味でもおすすめです。特に夜全力で思いっきり走れるって環境にある人はそう多くないと思うので、ぜひ取り入れてみてください。それでは今日はこの辺で終わります。ありがとうございました。